ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M240i X ドライブクーペ2023年式3000キロ超車両の車両になります。珍しい車で、しかも極上車が入庫しましたね、はい、入庫させていただきましたね、はい、まだ市場でも結構少ないですよね。そうですね、だから去年、デビューした車になりますけど、だから台数は少ないですね今でも、はい、でデビューしてから、間もないんですけれども、はい、大幅なこう仕様変更があって、はい、内装中心ですかね。そうですね、はい、いろいろ変わってるみたいなんで、はい、現行タイプの一番新しいのを今回ご紹介させていただきます、はい。でまずエクステリアから見ていきたいんですけど、はい、だいぶ変わりましたね。正直 M2 も出て、うん、M2 かなり奇抜なデザインじゃないですか、うんうんうん。そこからするとまだ M240 のエクステリアってまだこう受け入れられるなというか、そうですね、おうっていう感じじゃないなっていう、はい、正直 M2 はちょっと刺激が強すぎてまだ受け入れられてないんですよ、うんうん、あ、そう。 M4、M3 が出た時ぐらいちょっと衝撃が、あ、こういう四角いダクトで来るんだみたいな。M2 でも原車見たことありますか？ないです。僕まだね、原車ちゃんと見れてないんですよ。あ、本当ですか、はい、そこからすると、はい、そんなにこう奇抜なデザインにしてきてない、はい、定番のこのセリウムグレーのパーツだったりだとか、はい、あとグリルもこれ縦って言っていいんですかね一応。あ、縦ね、あ、そういうことねM2 になるとこう横になるじゃないですか。横も結構びっくりしませんでした、はいはい。そこからするとまだこの縦のグリル、こうシャッターでこうパカパカなんで、縦って呼んでいいのか分からないですけど、縦のグリルなんで、まあ往年のこう BMW 乗ってきた人もこう受け入れられるデザインじゃないかな。ただ下回りとか結構やっぱり現行タイプになってますね。凹凸が少なかったりだとか、あとはこう割と直線的なラインだと、もう一個いいなと思ったのは今回このサンダーナイトっていう、はい、あの240で検索するとこのボディカラーの車がわーって多分出てくると思うんですけど、はいはいはい、この色がまたいいと思うんですよ、うん、この色ね結構ね、今回買い取りなんですけども、買い取りさせていただくときにやっぱり毎度新車の納期とか確認させていただくんですけど、この色人気なんですよ。あ、そうなんですね、はいはい、結構最近僕思ったんですけど、高速とか走っててやっぱり色って全然大事じゃないですか。めちゃくちゃ思います。この色がバックカメラから映ってくるとめちゃめちゃやっぱ映えますし、ちょっとこうなんていうんですかね、早いなと思いますよね。ちょっとあんまり違ったかないやでも今こそこういろんな車、そうデザインがある中で、はい、やっぱり色で遊ぶっていうのが大事だ、はい、うん、いいと思うん で今回これがサンダーナイトっていうボディカラーなんですけど、はい、もう一個いいなと思ったのは、うん、この240ってこう下側が全部黒になるじゃないですか、はいはい、このリップのこの端もそうだし、はい、この後見てもらいますけど、サイドスカートだったり、うん、リアバンパーの下側だったりとか、はい、それがこの紫色だといい感じになんか中和されてません？あの色のバランス ね、うん、確かにね。僕今回ご紹介させていただくにあたって、うん、白とか他のボディカラーも見たんですけど、うんうん、どうしてもこう上が明るい色だと、うん、なんかこう車高高く見えちゃうんですよね、うん、下が黒で。確かにそうですね、はい、でももちろん黒で一色もいいと思うんですけど、うんうん、絶妙な色合いで黒とマッチしてると、はい、なんかボディが割とこう統一感ある感じ、うん、はい、でサイドスカートなんか割とこう低くも見えるんで、そうですね、はい、割といい色だなと思いました、うん、そしてヘッドライトなんかはついに一眼になったんですね。はい、なりましたね。前代2眼だったんですけど、はい、1眼の LED のヘッドライトで240なんで装備も充実してるってことで、はい、これこの後内装で見てみたいと思います、はい、そして横を回ってきてもいいでしょうか。今回割とオプションが充実してる個体ということで、はい、ファストトラックパッケージ、はい、これがこの19インチのアルミホイールだったりだとか、はい、あとアダプティブの M サスペンション、はい、だと M テクノロジーパッケージ、はい、この辺が丸々セットになって、はい、これ20万円ぐらいするパッケージですね。そうですね、はい、これが付いてるということでこんな足元になってると。でこれも19インチになんか見えないんですけど、小さく見えますよね、うん、あの車結構大きくなってる、ね、車はね大きくなりましたね、はい、で寸法の方が4560で幅の方が1825ってことなんですけど、今回このファストトラックパッケージ付いてるとここオーバーフェンダーが付いてる関係で1845、はい、1センチずつワイドになってると。で前後の方が1405ということで、これがですねなんと E36、はい、の3シリーズのクーペよりかもだいぶでかくなってる。そうですね、はい、3シリーズを超えた2シリーズになっちゃいますね。そうです、はい、で仙台比でも長さで9センチ、はい、幅で11センチ、はい、でホイールベースに至っては5センチも長くなっているということで、はい、だいぶ車が大型化してるなと、はい、でこれ乗り味もそうですし、こういった足元の見え方なんかにもかなり影響してるなと思います、はい、ファストトラックパッケージはこれ新車で買われる方は絶対入れていただいた方がいいオプションになります。新車を買うにあたってやっぱ皆さんチョイスされるオプションってあるじゃないですか。一番人気だと思うので。あ、そうなんですか、はい、
これはつけていただいた方がいいオプションになりますね。やっぱり240のキャラクター的にも、キャラクター的にも絶対つけた方がいいですね。内容的にもこのアダプティブな M サスペンションなども欲しいところですし、はい、まあ、マストのオプションになってくると思うんですけど、はい、これもしっかりついてると。でブレーキも M スポーツブレーキが標準装備ということで、はい、こちらの大型のブレーキがついてると。そして車高の方は今回全部ノーマルですもんね。ノーマルです、はい、で先ほど触れた通り M アダプティブのサスペンションがついてますんで、乗り味だったりは電子制御で変えられると。そして横やっぱりでかいっすね。あとですね、長さ的にもそうなんですけど幅をすごく感じます、うん、だから今までの感覚で言うと2シリーズって言ったら、うん、そんなに大きすぎずっていうボディの感じだったと思うんですけど、うん、もう普通に3のクーペぐらいの感覚かなと。そうですね、だからこれが出た時に M2 コンペディションか M2 かM240 かってなんか結構どれにしようかチョイスしようかって結構話題になりましたよね。M2 が大体後出しですからね。そうですよね、はい、だから先代の M2 がちょっと値段今も結構いい値段で流通してますけど、やっぱりその M2 の人だけをターゲットにした作りじゃないなっていうのは感じますよね。そしてサイドもセリウムグレーのこんな感じのパーツがついてたりとか、うん、でミラーもこれ今までって M モデルだけこのシュンっていう感じだったんですけど、うん、M240 でもこのミラーになるんです。そうね、なってますね。そして各部も全部黒くなってて、はい、ついにドアノブがこのタイプに。そうね、はい、これを慣れないとちょっとね。そうですね、さっきちょっと下見させていただきましたけど、うん、違和感ありです。ありですね、個人的には、うん、そうね、ただまあもちろん慣れればいけるタイプなのかなと、はい、そしてサイドも先ほど触れた通り、まあ、凹凸ないんですけど割とこうプレスラインで立体的なデザインに仕上げてあって、うん、はいはい、かなりオシャンティーな感じじゃないかなと、はいはい、この黒もいい感じですよ。そしてリアもこんな感じで19インチと M スポーツブレーキが標準装備でついてくると。で多分なんですけどファストトラックパッケージになるとホイールがちょっとずつ太くなるんですよね、はい、標準だと、同じ19インチでも 8J と 8.5J のところ、ファストトラックパッケージにすると 8.5 と 9.5 になるんでリアだいぶ太くなると。タイヤもフロントだけ太くなって245-359、リア255-359になるということで、まあ、その辺の関係で多分オーバーフェンダーがついてるんじゃないかな、はい。でこれなんか本国仕様がなしもあるみたいですね。あるみたいですね、なんかさっき言ってましたもんね、うん、日本仕様は漏れなくこのオーバーフェンダーついてくるってことなんですけど、うん、本国仕様だとないのもあるみたいです。はみ出しも多分関係だと思うんですけど、うん、多分ね、こんな感じの問題だと思います。後ろのホイールになっております、はい、続いてリア周り見てみたいと思います。リアもこのトランクのスポイラーが標準装備ということで、はい、こちらのスポイラーもついてて、50周年のエンブレム、はい、240のエンブレムも同じくセリウムグレーになってると、はい、でこの下側もちゃんと黒になるんで、はい、まあ、イメージしていただきたいんですけど、うん、白黒だと結構インパクトないですか。そうね、そうですね、それが黒黒とか紫黒だと割とこう一体感があるデザインじゃないかなと個人的には思いました。そしてマフラーも一個一個で、はいはい、エンドも一個一個。そしてそのままトランク見てみたいんですけど、トランクは開けます。あ、パワーじゃないんですね。パワーじゃないです、はい、そしてトランクが390リッター、はい、割と大きい。そして小島チェック入ります。あー、絶妙ですね。絶妙です。これはちょっとコメントに困るやつですね。でここ落としてもらって、あ、なるほど、こういう感じでしょうね。もしかしたらクラブ差しっぱなしかバスケっぱなしでもいけるかなっていう、うん、まあ、あとは424でリアシートが倒せますんで、これ感じそっちの方がいいかもしれないです ね、うん、ね、真横の方が、はい、こんな感じのサイズ感、はい、まあまあゴルフだけじゃ、ね、ないですけど一応参考に見ていただければ、はいはい、そして先ほども触れましたけども、リアシートが424で倒せますんで長物もいけちゃうと。トランク側からリリースのレバーがあるんで、まあ、解除だけはいけると。中押してもらえばね、はい、いいですけど。ありがとうございます。でカチッとはならないんですよね。ならないです、はい、でちょっと段差が真ん中にあると。でまあ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 フラットになるかなと。というわけで長物もいけちゃうこんなトランクになっております。そしてこの下は開かないんですね。もうだって必要なくなっちゃったもんね。そうですね、うん、最近スペアタイヤすらないですもんね、うん、というわけでこんな感じのトランクになっております。続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装の前にこのドアが開けるのは同じようにこうこれを引っ張ってこう開ける感じなんですよね、はい、で開ける時もスマート機もこれ手差し込めば発展解除されるんですもんね、はい、というわけでこんな感じのドアノブになってて、内装が今回なんとオプション盛りだくさんということで、まず一番目につくのは M スポーツシートパッケージ、はい、でこれスポーツシートパッケージなんですけど、内訳がいろいろあって、まずこのスポーツシートになる、そしてバーネスカレザー、
あの本来普通の標準のやつって、はい、アルカンターラですよ ね, そうですね、はい、のコンビのシートかな、はい、それがこのバーネスカレザーって言ってちょっとシボの小さいこちらのタイプのレザーになる。そして M スポーツシートパッケージってネーミングなんですけど、サンプロテクションガラスもこのパッケージに入ってると、はい、これ30万円ぐらいするオプションなんですよ。そうですね、はい、そして調整もきめ細やかにできるということで、これは欲しいオプションですね。そうですね、これも、まあ、さっきもつけた方がいいですよって言いましたけど、これもつけていただいた方が今後例えば、ね、売却するときなんかにもプラスになる査定になると思います。そして他にも今回の車、一番最新の車ということで、はい、大きく違うのがこのメーター、はい、ついにこうなりましたね。デビューした時のやつはちゃんとフードついてたんですよね。はい、フードついてました。というわけで一体にこのつながるタイプのディスプレイになっていると、はい、でこの表示に関してはこの後見てみたいと思います。そしてステアリングもこちらのタイプ、ただこの上の M3 とか M4 よりかも機能が少し省かれているということで、ハンドル周り少しシンプルなんですよね。そうですね、はい、ハンズオフとかはさすがについてないということ で,、はい、で ACC もフルフルの装備というよりかは、はい、もう一個下のグレードの ACC になるということ で,、ねはい、こんな感じのステアリングで、あとオプションとして今回の車は M ハイライターズイルミネーテッド、これがドアのこれですか。はい、これ M カラーで LED が光るやつですかね、うん、これ一応あのこの年式ではオプションになってるんですけど、現行だとファストトラックパッケージに込みになってる。あ、そうなんですか、はい、まあ、ちょっと年式によってバレてるのとバレてないのっていう感じになります。でこれがいろいろ光ると。そしてあとハーマンカードもこれもあれですよね、 M240 だとハイファイサウンドを標準のところをさらにそのもう一個上のハーマンカードにこちら今回オプションでついてると、はい、このハーマンカードも一時期オプションで入らなかったので、あ、部品の関係ですか。はい、なのこれついてるついてないっていうのもあると思います。なるほど、はい、こんな感じの内装になっております。続いて内装を見てみたいと思います。あ、このステップも M になるんですよね、240だと。そうですね、はい、はい、そしてですね、でかいからか乗り込みはあの歴代のモデルよりしやすくなってる気がします。開口部も大きい気がします。そして乗り込むとこんな感じで、シートめちゃくちゃいいですね。いいですか。あのディーラーさんが書いてるブログで、うん、あのダコタよりバーネスカレザーの方が柔らかい、うん、そして薄いから座り心地も柔らかいんですって書いてるディーラーさんのブログがあったんですよ、うんうん、確かにそれ感じます。感じます。今までの歴代の BMW よりかもクッション感が本当に、これシボもこう小さいんで高級感も見た目的な、ちょっとクッション感ありません？ あるね。ありますよね。レザー柔らかい感じしますよね。すごいなんかちょっと本当クッション感あるね。ありますよね、うん、というわけでこんな感じの、まあ、前回乗ったのはあのガチガチの M3 ツーリングですからね、それもちょっとあるかもしれない、うん、で調整自体はスタンダードな調整プラスナンバーサポートっていう感じのこんな感じのシートになっております。これだいぶいいですね、うん、そしてステアリングは相変わらずのこの太いステアリング、そして今回距離が3000キロということで距離薄なんで使用感もほぼない。そしてこのすべすべのレザーでこの辺はまあおなじみなんて飛ばしちゃいます。そしてメーターこんな感じで、この辺はだから現行の M3 ツーリング先日撮らせていただいたのとちょっとつながる部分ありますよね、はい、ただオンにします。えい、あ、来た。え、めっちゃかっこよくないですか。こっちにもねバーって来てる。確かにこれだいぶいいっすね。こんな感じのメーターになってると。で表示に関してはこれも M3 の時もしかして言ってるかもしれないですけど、もうちょっとアナログ感を残してほしかったなっていう、特に BMW 思ってしまいます。ノーコメントです。そして240だとヘッドアップディスプレイも標準装備、はい、この辺も飛ばしちゃいますね。でこの辺はね説明したしたらちょっとあれですからね、はい、まあ、興味のある方はあのご来店いただければ、はい、いじってみるなんていうのもできますからね、はい、こんな感じになってる。そしてあとは、あ、そっか、エアコン関係も全部中入ったんですもんね、うん、はい、こんな感じのエアコン関係、ナビ関係、はい、もちろんカープレイなんかも全部使えますから、はい、この辺はちょっと飛ばしちゃいます。そしてここ割と大型なドリンクホルダー、あ、一回押すと開くタイプですね、はい、はい、そして開けると置くだけ充電とドリンクホルダーと USB のタイプ A、あとシガーソケットがついてくると、はい、はい、そしてシフトが一番新しいタイプはなくなって、はい、これになってると、はいはい、ただこれ BMW ってこれパドルじゃ操作できないんですもんね、はい、ギア入れたりとか、はい、バックから前進にしたりとか、というわけで全部これになるんですけど、これはですねこれが良かったっす。まあ時代をね感じる、はい、でこの辺も飛ばしちゃいます。そしてこっちアームレストなんかこんな感じで割と容量もあって、あと240になるとストレージコンパートメントパッケージ、はいはい、
間違ってたらすいませんが標準になるんで、はい、タイプ C もここについてくると、はいはい、そしてペダル関係はペダル関係も割とゆとりのサイズ感な気がします。足元ね、はいはい、というわけでこんな感じで、そしてピラー関係、前上関係は黒のアンスラサイトの天井で真っ黒黒、はい、バイザーも薄いタイプですけど真っ黒黒のバイザー。そして今回のお車はレーダー探知機とドライブレコーダーももうすでに取り付け済みということで、はい、この辺なんかも後から付ける必要がないと、はいはい、こんな感じの内装になっております。続いて後ろの座席もチェックしてみたいと思います、はい、で小島店長が今乗り込むところなんですけど、ちょっと嫌なんで靴脱ぎます。これリクライニング前にこうすると勝手に座席はパーシートですから前に行くんですよね、うん、そして一応車検証上は4人乗りということで後ろ座れるようにはなってるんすけど、だいぶきつい気がします。うん、なんでいつもノーコメントなんですか。狭いとか広いとかお願いします。狭い。狭いですか。でも足元はちょっと 背中がやっぱ直角ですね。で、まあ、子供かな、奥様しようかな、こんなあの人だとちょっと長時間はきついかなって感じ。小柄な方だったらまあまあいけるかなと。いやいや僕そんな大きくないですよ、うん、ちょっと圧迫感はすごいありますね。なるほど、シートでかいですもん ね。 そうね。あと天井の高さがネックみたいなこと書いてあるのがあったんですけど、いや確かに僕あの座高高くないんで。あそういうことですか、うん、僕座ったら頭ついちゃうかもしれない。ちょっとそうですね、やっぱり2人乗りかな。なるほど、うん、まあこれ4人乗りメインで購入される方ってか、そうそうそう、多分おそらくあんまりいらっしゃらないと思うんですけども、でも一応リアのところのエアコンも操作パネルあるんで、はい、ちょっとそこら辺は気は使ってると思いますけど、まあ、緊急時だったりとか、まあ、911なんかに比べれば全然使える後ろかなと。そうそうですね、まあ、荷物置いたりだとか、うん、だからここら辺で多分ターゲットとなるとどこなの。ポルシェだったらケイマンとか。まあそうですね、その辺りで考えたら全然乗れると思います、はい、こんな感じの後ろの席になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 2997cc の直六ターボ、馬力の方が387馬力、トルクの方が500ニュートンということで、これに組み合わせるミッションの方が8速オートマプラス4駆なんですよね。4駆です。だこれがこの車のキャラクター一番物語るところが、そうですね、 M2 ですと4駆ないですからね、2駆になりますもんね、はい、あと220とかも2駆ですもんね、うん、そうですね。というわけで、まあ、4駆がこの車のキャラクターたるところかなと。でこれにプラスして M のスポーツデフなんかも備わってると、はい、でこれエンジンの方が B58B30B っていうエンジンなんですけど、はい、この先代のこの直列6気筒シリーズよりかもこうグレードアップというか進化してるエンジンなんですよ、ね、はい、具体的に言うと先代のエンジンが N55 っていろんな積まれてたエンジンなんですけど、それと違うのはまずクローズドデッキになってるらしいです、はい、なんでシリンダーの強度が圧倒的に上がってると。というわけでそれによって圧縮比もアップしてブースト圧もアップしてるらしいです、はい、まあ、現行の40系とかあとスープラ RZ に積まれてるエンジンと一緒みたいですね。あ、スープラと同じなんですか。というわけで先代は 2979cc だったのが、まあ、その辺なんか排気量なんかもちょっといじってるんで 2998cc ということで排気量も若干変わってるみたいです、はい、あとミッションもさらっと8速オートマンっていう風に紹介しましたけど、これ先代は6速オートマンなんですよね。そうですね、6速ですね、はい、なんで2速増えてミッションの方も進化してると。でこれによって0100がなんと 4.3 秒ということで、はい、まあまあな瞬速クーペになってるということで、うん、結構ね早いですよ、はい、でそれを4駆で伝える感じになるんで、はい、まあ、また2駆モデルと全然違った走りをすると思いますので、この後乗ってみたいと思います、はい、続いて東海見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。ちょっと待って。だいぶ前のめりなんで今回。何が？はい。今回は。いや今回めちゃくちゃ楽しみなんですよ。楽しみなの。はい。一応、はい、今回ね、こちらを買い取りさせていただいた経緯がですね、はい、今回初めてのお客様じゃないんですけど、以前お車を売却させていただいて、今回は新車で買われる時もちょっと商談させていただいたんですけども、まあ地元での方がちょっといろいろあるということで、地元のディーラーさんで買われて、遠方の方なんですよね。遠方の方です。はい。で今回ちょっと買い取りという形でさせていただいたんですけど、金額の方もまあそんなに差はなかったようなんですけど、まあ、今回ですねボンドさんツッチーにぜひ乗っていただきたいっていう、ありがとうございますね、そのお話をいただいて今回高速に乗っちゃうと乗っちゃいます、はいはい、乗っていいって言われたら乗っちゃう男なんで、そうね、はい、遠慮がない男なんで、そう、ね、っていうのが多分前のめりの理由かなというところがありますんで、はい、いやあとは今回僕意外とじゃないですね、うん、僕バリバリのスペック中なんで、うん、割とこう読み物のこう中身を勝手にこう解釈して、うん、あこうだろうなっていう、うん、なんで今回は答え合わせなんですよ。あそうなんだ、はいはい、こうだろうなっていう、だってもうこれを期待せずにいけますか。実際ね僕も高速乗ったことないんですよ。これ四駆っすよ。結構背中圧ない？あります。でもこれランバーサポートでいけんじゃないですか。ちょっとエアコンメニューはですね、正直いきますよ、絶望的に使いづらいっすダイヤルに戻してくれよっていう、うん、これ M3 の時も言ったよね、はい、全く同じこと言ってますけど、うん、ですね、ダイヤルレトロフィットキットがあったらつけたいです、うん、はい、まあ、ここはしょうがないかなっていう。ただ僕今回読み物読んだりとかカタログとか見て、うん、これ以上にないなと思ったんですよ、うん、この車の進化が、うん、要は普通の220より結構重たいんですよ、うん、今回ちょっと出発前に話が長くて恐縮なんですけど、うん、200キロぐらい重たいんですよね、うん、車が。これデビューした時みんなね、重たくなった重たくなったって言ってますもんね、うん、でもちろんその6気筒の部分だったりとか、うん、4駆の部分だったりとか、うん、まあ、あとプラットフォームが一新されてる部分だったりとかあるんですけど、別に重たくなるのって悪じゃないと思うんですよね、うん、必ずしも、うんうん、まあ、もちろん次の C63 みたいに、うん、セグメントで2トン超えちゃうとかって言ったらちょっとうんって感じがしなくもないですけど、かつて35 GTR がデビューした時に、うわ何このめちゃくちゃ重たい車っていう話もあったんですよね。一応後退アシストもついてるね。はい、リバースアシストもついてると。でこのパーキングアシストが一周全部ですよね、これ標準になるということで、220とかだとオプションですもんね。カメラがリアカメラだけになるということで、そうなんですよ。で話続き戻りますけど、その結局その車を地面に押さえつけるのって、うん、まあ、もちろんダウンフォースとかもありますけど、うん、それを走ってる最中の話であって、うん、低速時とかに関しては重量しかない、うん、だから重量があればその分こう地面にタイヤのグリップが使えるっていうんで、必ずしもそのましては一般行動だと軽いが正義、思いが悪ではないっていう、うん、それを考えると四駆になりました、うん、重量アップです、うん、はい、でボディサイズもアップしてます、うん、でホイールベースも長くなって直進安定性もアップしてます、うん、だ車の進化としてはめちゃくちゃいい方向にいってんじゃないかなって、うん、あと気になるのはその楽しさが残ってるかどうかっていう、うん、はい、駆け抜ける喜びですからね、そこはね。でもそういう方はそういう方でこの上の M2 もあるわけじゃないですか。だいい住み分けがもしかしたらこれすごいできてる車なんじゃないかなって勝手に想像してるんです、うんうん、というわけでそれの今回答え合わせということで、偉そうなこと言ってますけど、はい、行きましょう。うわすげえ上質。今の一応エコプロから、はい、エコプロから、めちゃくちゃ上質なんですけど。それはどんなところですか。ですね、車の動きもそうだし、うん、車の硬さも、うん、なんかクラスもう一個上の車乗ってるみたいな感じ、うん、今までのなんか2シリーズの感じじゃないですね。ロール感がないとかないし、うん、車もなんかすごい高級、うん、で結構静かじゃないですか。静かだね、すごい静か、めっちゃ静かっすよね、うん、足もちょっとなんか柔らかいね。柔らかいっす、しなやか、うん、先代って、まあ、その前もそうですけど、うんうん、あくまでその1シリーズベースだったじゃないですか、うんうん、で今回1シリーズだったりが FF になって、うんうん、全く別の車になったんですよね。だから2シリーズが、はいはい、2シリーズがもうちょっとね
みんな FF からどうなんだって話になりましたけどね。だ別の BM のレビューでも同じこと言ってるかもしれないですけど、なんか2シリーズっていうよりかは3シリーズに近いぐらいのなんか上質さを感じます。 2.5 シリーズぐらい、うんうん、だら3シリーズちょっと大きいぞっていう方にはいいチョイス。いやだいぶいい気がします。ないんだよね。そして車硬い、だいぶいいっすね。でもいきなり行っちゃう。スポーツいいですか。スポーツ、スポーツプラスでいいんじゃない。ではスポーツプラスで高速道路に突入します。え、これ足もめちゃくちゃいいっすよ。前開かしてもいいんじゃない、はい、足めちゃくちゃいいんすけど。いい、すごいいなし方が。でもやっぱり四駆といっても FR 感があるような感じの。あ、まあ多分状況に応じてフロントに持っていくタイプだと思うんですよね、うんうん、だから常にこう四駆で書いてるわけじゃないと思う。左側からで前に持ってったとしても多分リアがベースの四駆だと思うんですよね。詳しいその辺は書いてなかったなとも言えないですけど、いきます。おおおおおお、え、これはいいかもしれないっすよ小島さん。え、これはいい意味で思ってたのと違うところはありです。もっとなんか安定感増して、うん、なんか上のクラスの車みたいになって、うん、楽しさは少しこう減ったかなと思ったんですけど、うん、いや全然そんなことないですね。むしろオンオフができるようになってますね。オンオフ、はい、だそれこそエコプロとかコンフォートにすれば、うん、もう普通のなんかもう一個ランクが上のラグジュアリークーペみたいな乗り方もできるし、うん、今みたいにスポーツプラスとか入れてアクセルちょっと開けるだけでこの狂った走りができるんですよ。音やばい。しかも音、ね、やばいね。だからめちゃめちゃ速い感はしないよ。でもね、そうですね、そうですね、うん、だどこまで行っても安心ですね、うん、もう全然コーナーもガンガン踏んでいけるっすね、うん、これもしかして220と全然車の質感違うんじゃないですか。200キロ違ったら。いや多分違うでしょ。全然乗ってみたいな220も。だ勝手なイメージですけど、うん、ポルシェのスノーカレラと、うん、4の GTS の違いみたいな感じではないですよね、これ、うん、多分。こんだけ重量も違ってエンジンも違って駆動方式も違っちゃったら、うん、多分別の車っすよね。そうだから、でも何だろうな、助手席に乗ってる感じだとやっぱりすごい速い感はないですけど、安心感とでも楽しみあるよね。あります、あります。楽しい感じする。これは楽しいな、うん、多分 M2 とかって使い切れない部分がいっぱいあるけど、これだと多分マックスまで使えないけどちょっと使える部分もそうですねあるような感じで ね、安定感半端ないですね。だ全然びっくりするほどは速くないですけど、うん、はい、12分に速い。速い。でもどこまで行ってもスムーズっす。でスポーツプラスにして足一番硬くしても、うん、この段差高速のつなぎ目とか、うん、すごくないですか、うん、このいなし方。全然助手席違和感もタンタンタンって感じでもないですよね、うん、めちゃくちゃ上質。これ気になるな。 M2 と220が両方気になります、これ乗った後だと。でステアリングは BMW 特有のこのしっとり重たいやつなんで、もう高速道路とかもめちゃくちゃ安定してるし、本当に先代の2シリーズよりかももっとしっかりしたっすね車が。でもちょっと本当1ランク上がった感じだよね。しますよね。そんな感じがする。 2.5 シリーズとか3シリーズに近いです本当に。だちょっと M2 前方の M2 なんかちょっとジャヤマ感がすごい感じた感じがするけど、はい、いい意味でちょっとこうおもちゃ感というか、うんうん、振り回せる感じあったじゃないですか、うんうん、作りもそんなにこうめちゃくちゃ凝っててっていう感じじゃなかったですけど、これでもすごい幅広い方に好まれる車じゃないかな。入り口はすごく広がった気がする。広がったよね。すごい上質、びっくりした。で音がめちゃくちゃいいんですよ、うん、これでもあれだよね、作ってる。作ってますね。作ってるね。いやもういいよね作ってでもね。うん。いやできれば作ってない方がいいですよ。
けど、外でさっき聞いたじゃないですか、うんうん、車の外で、うんうんうん、外でもめちゃくちゃいい音してるんですよ、うんうん、だそれこそ本当に5年10年前の純粋な生の V8 サウンドとか、うんうん、直録サウンドの方がいい音してますよそれは。だ今現代この新車で買える価格、あの新車で買える車の中ではすごいいい音してる方だと思いますこれ。うわすごい安定してるな。めちゃくちゃ安定してます。でもやっぱりアウディの4駆とは違うよね。違いますね。全然違うねやっぱり。なんか車がもっと前に出るというか、うん、なんと言えばいいかわかんないですけど、やっぱトルクで押し出されてるか引っ張られてる感があるよねやっぱり。そんな感じしない？引っ張られてるっていうかちゃんと後ろを蹴っ飛ばしてる感ありますよ、うんうんうん、はい。M らしいというかさ、はい、4輪こう前もこう駆動してグッてこう出るよりかは後ろがちゃんとこう車を押し出してる感じはありますね。すげえ安定してるな本当に。すごいいい出来だよねこれね。悪く言えば本当にさっきの話じゃないですけど、仙台 M2 とかから乗るとすごいこうつまんなくなったっていう意見が出る気がしなくもないです。マイルドになったね。マイルドになった。ただそういう人はもう現行の M2 行ってもらって。 M2 どうなんだろうな気になりますよね。だから気になるね。でも M3 の時笑っちゃったじゃない。確かにそんな感じなんじゃないの多分。だったら嬉しいですけどね、うん、まあエンジンも一緒ですからね、うん、めちゃくちゃ上質。でも実この方も M2 多分納車されるんじゃないかな。なんか割とこうユーザー層別じゃないかなっていう、うん、240と M2 で、うんうん、M2 になるとあれですもんね、エンジンがあのツインターボになって、うんうんうん、はい、もっとより過激に。でももうそもそも肉ですしね、うん、全然あのスポーツプラスでも結局足はめちゃくちゃ柔らかいっす、うん、柔らかいまではいかないけどしっとりしてる、うん、これコンフォートにしたら本当にめちゃくちゃ乗り心地いいっすね。乗り心地いいね、うん、高級車っすよね、うん、少しこう前後のこう動きがゆっくりあるっすけど、うん、すごいこれは本当幅広いと思うな。乗りやすい、うん、あとねこのボディカラーがいいんですよ絶対。これいいっすね、うん、サンダーナイト。サンダーナイト、うん、紫要素がどこなんだかよくわかんないですけど、うん、ネーミングからいくと、うん、そうねあれグレーブラックと思いきや紫色っていう、うん、いやでも今でこそなんかちょっとこういう色で遊ぶ時じゃないですか、うん、なんかそう思いますすごく、うん、車もどんどんなんかこうシリーズごとの顔ってもう大体一緒になっちゃってるじゃないですか、うん、今でなおかつその EV になったりだとかすると、うん、なんか車のデザインってめちゃくちゃ似てきてますね最近、うんうん、そうね、うん、よく見たらね一目で分かるメーカーっていう形になってるかもしれないけど、はい、それを考えると BMW ってめちゃくちゃ個性あるし、うん、こうやって色で遊ぶっていうのはすごいいいんじゃないかなっていう。びっくり。あの今回答え合わせとか偉そうなこと言いましたけど、うん、あの思ってた通りなところありの、うん、思ってた以上のところもありっすね。なんか車としてすごく良くなってんだろうなっていうのはもう想像通りっす、うん、パワーあるし、はい、安定感あるし、ただこんなに走り楽しい部分が残ってるなんていうのはびっくりしたっす。でもやっぱり背中がやっぱり押される感じするな。しますこればっかり。合う合わないもあると思います。あと今回距離差ですからね、シートがもうまだ張ってますからね、うん、馴染んでくると少し変わるのかなっていう、うん、特にレザーって結構馴染むじゃないですか、うん、そうね。これでもある程度そのなんていうの、今まで BM 乗ってきて5シリーズとか、はい、セダンとか大きい車乗ってきたんで、もうちょっと最近もう大きい車、例えば子供はあんま乗せなくなったし、はい、ちょっと小さくてコンパクトで取り回しやすくて楽しい車いいなって方にはすごいいいんじゃないかなと思うな。あ、そうですね、うん、
なんか少し前だと、うん、なんていうんですかね、そのボディサイズ以上のヒエラルキーってなんかありません？うんうんうん、ありましたよね、なんか、うん、なんか5シリーズ乗ってきた人が、うんうん、いやちょっと3の質感はなみたいな、うん、料金は350円です。まっすぐ言っていいですか、うん、どうぞ。でも最近なんかその装備とか質感の差って割とこう埋まってきてる気がするんですよね、うん、ないないない、そうそう、それは昔以上、それは絶対あると思いますね、うん、だから2シリーズだから落ちたっていうことは全然ないですよね、うんうん、だからぜひこの上の3とか3、4、5ぐらいまで乗ってた方だったらちょっと乗ってみてほしいですよね。さすがに6とか乗ってた方だと、うん、まあ、サイズ感的にも装備的にも、うん、いや全然ちょっと質感がやっぱり上のと違うなって思うかもしれないですけど、うん、特に3、4から2シリーズっていうのは全然悪くない選択肢じゃないかなって、うん、ボディも大きくなってるし、うん、でもね、仙台、仙台5シリーズぐらいからだったらもう全然ね、そうですね、カーブです、わ、ブレーキも使いやすい、いやこれドイツ出張これ買いたかったな、ニュルニュル走ったらすごかったんだ、はい、ニュルも走れるし、しかもこれシートと実質だって2人乗りで使ったらめちゃくちゃ便利な車ですよこれ、便利だよね、うん、だって後ろのシート倒したら荷物めちゃくちゃ詰めるし、うんうんうん、いいな、安定してどこでも行けるよねこれね、そうですね、本当に。あとめちゃくちゃいいなと思うのは、うん、正直 M2 はまだ僕受け入れられないんですよ、最初も言いましたけど、うん、何がデザイン、デザイン四角って思っちゃったんですよ。いやいや、 M2 乗ったらツッチ絶対また笑うんで、本当ぜひあの M2 買い取りお待ちしております。あ、ぜひよろしくお願いします乗せてください、はいはい、え、本当に足めちゃくちゃいいなこれ、うん、これだからどうなの、ボンド的に変えるとしたら、え、うちいじるとしたら足回り、あー難しいですね、最近車にしてるのどんどん難しくなってってるいや一応だって純正でどんどんかっこよくなってってるし、大丈夫ジャーナリスト、ホイールもだってどんどんでっかくなってってるし改造車ジャーナリストのツッチ、この車をいじるとしたらどうしますか、スペーサーいやこれあの大変、これ正直もんなんで言いますけど、うんうん、最近本当に純正で車どんどんかっこよくなってってるじゃないですか、うんうんうん、で足もめちゃくちゃ良くなってってるじゃないですか、はいはい、昔みたいになんか足しょぼいから車外の足回りしようぜとか、はいはい、じゃないんですよね、なんか、うん、そうね、はい、うん、で良すぎて、うん、ここから例えばダウンサスとかで下げちゃうと、うん、もう明らかに乗り心地悪くなっちゃうのが想像できるじゃないですか、でもこれって出てるのかな、いやまだ多分ないと思います、ね、新しすぎて、うんうん、だからもう下げるにしても純正のなんかスポーツタスとかあればいいなとか、うん、がもうやるんだったらもうバッチバチにしちゃうかも、そういうの無視して、無視してね、うん、ただもう自分がだんだんおじさんになってきたんでなんかもう気の利いたぐらいがいいなって思っちゃう、ちょっとここ改造車ジャーナリストピーガットでピーで、はい、ガットでまあでもそれぐらいね、やっぱりでもやっぱりそういうのがあるから、僕たちみたいにやっぱり経験値があるお店で相談していただいた方が ね、はい、いいというのがありますよね、はい、最近本当にホイールとフェンダーがこんにちはみたいな車は、うん、あの自分が乗れなくなってきちゃったやつよ、だんだんいやいや、もう 今ツッチのファンみんなちょっと裏切られたやつ、いや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 、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、いやむちゃくちゃいい、落ち着いちゃったなツッチ、ちょっといやでもそういう車に乗っちゃうとそういう気持ちになっちゃうじゃん。そうですね。まあ、別の車に乗ったらまたちょっとそういう気持ちになるじゃない。うん、バリバリじってやろうって車。そうですね。車が伝えるものってやっぱりあると思うんですよね。うん、ここだけですね。ここだけはどうしていいのか。エアコン？いや全般。全般ね。はい。あとシフトも個人的には生えてる方が良かったかなっていう、うん。最近のアウディとかもこれですけど。うん、こうじゃねえんだよなってそこは思っちゃいます。入ってる。M はでもあるでしょ。M2 とか。そうですね。M が入ってると、うん。いやいい車だ。びっくりした。これだからトータルバランスはすごいいいですよね。そうですね。すごいいい車だと思います。いや伊達にだからスタンダードな220とかより200万ぐらい高いんですよね。うんうん、高いだけあるっす。でも200万で逆に四駆とこのシステム。うん、とエンジンとついてくるって言ったら安いのかなっていう、うん、そうね、
だって手放す時だってね、そうですね、うん、その楽しみとプラスマイナス考えたら全然いいと思いますよ。でもっと走って楽しいのがいい人とか過激なのがいい人は、うん、まあ、もう200万出してもらって、うん、M2 に行ってもらうっていう。ただ割とこう万人受けというか、うん、みんなが乗って乗りやすいのはこっちじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、はい。まあでも車が良すぎて220だったり M2 だったりが気になってしまうっていう。そうですね、逆にだから220乗ってみたいです僕、うん、M2 も、うん、だ220をなんか使い切って乗るっていうのも良くないですか、なんか、うん、エンジンも、うん、そういうのもね一つの選択だと、馬力半分ぐらいだけど200キロぐらい軽いじゃないですか、うん、お願いします。2シリーズ買い取りをお願いします、はい、お待ちしてます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。いやむちゃくちゃいいな。じゃあ最後になりますけれども、はい、僕からいいですか。どうぞ。良かったところ、はい、もうめちゃくちゃ上質、はい、びっくりしました、はい、もう本当にいい意味ですごくいろいろ進化してるなと、うん、乗りやすいし質感めちゃくちゃ上がってるし、うん、あとは思ったほどその重量カタログだと1700キロちょっとぐらいあるじゃないですか、はい、なんかそんな重さを感じない、うん、まあ、パワーがあるっていうのもそうだと思うんですけど、はい、車の作りが良くなってるのか、はい、なんか全然そんなに悪い意味での車重たいなとかっていう感じはなく、はい、むしろ軽やかに感じるぐらいすごく良かったです、はい、ただ残念なところも今回言っていいですか。どうぞ。残念なところあえて言うんであれば、うん、やっぱりこのカーブドディスプレイ、うん、エアコン周り特には正直使いにくいなって思ってしまいました。だそこは慣れもあるのかなと。そこはどうにもできません。なんで、はい、まあ、ちょっとその辺乗っていただいて、はい、まあ、色々触ったりもできると思いますので、はい、試していただくっていうのもいいと思いますし、はい、まあ、あとは良くも悪くも2シリーズらしくないなと思いました。はいはい、車やっぱり大きくなってますし、はい、まあ、前の感覚でいくと、まあ、随分でっかいなっていう気はしますんで、はい、まあ、その辺受け入れられる方は。そうですね、だから、はい、まあ、先ほど言いましたけど入り口がかなり広くなってると思うの で、ね、ぜひあの気になった方は、ね、ちょっとお手に取ってって言い方がいいんですけど実車見ていただいて、ね、まあ、内装なんかいじることもできますんで、はいはい、お気軽にお問い合わせください。というわけで今回は BMW M240iX ドライブクーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。